1836年のアメリカ版、ピーター・パイパー。エス・プラクティカル・プリンシプルズ・オブ・プレーン・アンド・パーフェクト、プロナンシエーションのイラストのピーター・パイパー。ピーター・パイパーは、英語の同様かつ、よく知られた、早口言葉で、マザー・グースの一つに分類されている。ラウド・フォーク・ソング・インデックスの19745番に収録されている。一般的な歌詞は次のようなものである。 この早口言葉の最も早い版は、イギリスロンドンのジョン・ハリスが1813年に出版したアルファベットの1文字1文字につき1つの早口言葉を掲載した、ピーター・ピッパー、エス・プラクティカル・プリンシプルズ・オブ・プレーン,アンドパーフェクト、プロナンシエーションに収録されている。しかしながら、ピーター・ピッパーは少なくともこの本の発行の一、世代前には知られていたことは確実である。 スパイスの作付けの可能性をセイシェルで調べたことがあることから、18世紀のモーリシャスの宗教的、政治的な指導者であるフランス人のピエール・ポワブルがこの動揺を作ったとみなす研究者もいる。ありがとうございます。